つっぷりつっぷりつっぷり、影井だよ、ひろきだよ、影井ひろきだよ。この間僕が動画で言ったと思うんですけど、影井ひろき上京をします。昨日の夜鳥取からバスで出て11時間かかってやっと渋谷に着いたんですけど、上京するって言っても僕まだどこに住むかとか何も決まってないんですよ。今日の企画は影井ひろき上京するために部屋を探すということで、いい物件を探すために、で今日来たのがこちらリラックス渋谷店さんに来ました。なんかね、ここのリラックスさんってボンビーガールで何回も使われてるらしくて、安いけどいいところ、条件に合ったところを探してくれるらしくって、ちょっとここでお部屋探しをしたいと思います。そして今回は一人じゃちょっと心細いということでゲストをお呼びしました。どうぞ。撮ってるこれ。撮ってる。回ってないよ。え、嘘だ。え、ちょっとね、ねえ、アリさんです。よろしくお願いします。エライラさんのアシスタント、はい、そして働かせていただく、はい、そうですね、やっと私の熱烈なラブコールが伝わったなという、影井くんのあの編集とアシスタント力すごく信頼してるので、あ、ぜひぜひちょっとヘラヘラのね、あの駒使いになってもらえたらって思って急に言い方が駒使いでも本当信頼してるので、いろいろサポートできればなと思って、はい、今回ビナックスさん、私がラビの全店舗もマリナもサオリも全部利用してる。そうなんですか。あっちが上京した時でも一緒に、そう、ここ、じゃあ早速体験行ってきます。行ってきまーす。ちゃんと見て田舎育ち影井ちゃんの物件探し。条件である都内の中心部で激安物件は果たして見つかるのか。不幸せボンビーボーイ。はい、お願いします。場所どのあたりで探しましょうか。どこら辺に分かってるな、こっちか。じゃあ条件一応言う。渋谷、新宿から10分以内。渋谷、新宿から20分以内。フロートでは、あ、ついてたら何でもいい。お家賃いくらぐらいにしますか。これちょっと貯金が今なくて、一応こっちでもお仕事するからさ、そうですね、少しは払えるようになるわけじゃないか。確かに。なら、そのな、2万とか3万とか、大体どれぐらい。バスと一緒で良ければ、まあ、大体8万、9万とか。え、嘘でしょ。とっといだったら家族住めますよ。4人家族住めますよ。何か困ったことあったらアイフルがあるんで。古いアイフルの CM。 リラックスの看板犬ですね。アイフルの子だと思う。影井くんのために。ああ、かわいい。耳ピーンって。うちの編集をやってくれるレポートするわけだから、品川区なんだけど、品川周辺とか、品川周辺店の人を試しつつ、できるだけ安くで出します。とりあえず最安で、あ、顔本物だ。5000円と2500円。え、最上階だって。最上階超いいじゃん。ここをとりあえず見に行きましょうか。了解です。よろしくお願いします。どうした。え、いや、なんかもう緊張しません。上京してくることが不安なんです。その、うん、全部がちゃんと、うん、引っ越しできるかもそうですし、一人で住んで、しかも今までちょっとしか編集とか動画とかやってなかったのを、僕だけじゃなくってヘラヘラさんの分もやんないといけないっていう、その責任が、だからもう一人じゃなくなっちゃったじゃないですか。それが怖くて、だからわーってなっちゃわないかっていう。でも責任を感じないとやらないんじゃない。まあまあ、それはだから今まで一人だったから、別にお金がなくなっても困るの僕だけだしみたいな、お父さんとかに頼めばいいやって思っちゃって出たんで、うん、それがいわゆるなんか甘えだから。そうなんですよね。言ったらそれを改善する環境も変わるし、うん、やり方も変わるってなるとさ、不安じゃない人なんていないわけじゃん、うん、できるかどうか。けどもやるしかないから。でもなんかならないようにしよう、ならないようにしようって思うんじゃなくて、頑張ろうと思った方がいい。うーん、ダメな人を見るよりも、下見るより上見た方がいいから。頑張ってる人を見な。それこそアリシャンさんがめっちゃ忙しいじゃないですか。それ見てるから、それで変われなかったらやばいな。確かに。やばいね。そうだね。確かに周りは頑張ってる人しかいないから、一人で頑張るより見たら頑張った方がいいからね。着きました。着きました。ちょっとでっかい声で、ね、住宅街なんで。そうですね。一応ちょっと着いたんですけど、これでいいんですか。ここは行ってもいいですかね。行ってみますか。じゃあこれケタカコですか。すごいすごい。宅配ボックスですか、これ。宅配ボックス。いや、これは歴史資料館のやつでしょ。え、これ
これ使えるの？めっちゃ時間かかるじゃん。渋谷とかまでは30分ぐらいですか？いや、15分、そんな近い？分ぐらいです。というわけで、かげえさん、はい、お家賃35,000円。あ、安い。敷金で行くんですか？じゃあ、もしここ住むってなったら一番最初っていくらぐらいかかるんですか？20万ぐらい。20万ここに20万払うんですか、僕？住みま住みます、住みませんじゃなくて住めれませんじゃないんですか？刑務所じゃないですよね。さすがに、お風呂がないっていうのは痛いかもしれない。ちょっと高くなっててもいいから、トイレとお風呂欲しいもん。ありますか、ここに。5万5,000円ぐらい。あー、どうですか。まあ、もう一個の方を探してくださった方に着きましたけど、はい、綺麗じゃないですか、結構綺麗。綺麗、めちゃくちゃ綺麗だよ、ここ。何がダメなの？ね、逆にめっちゃ安いですね。5万4,000円。ここで5万って結構格安ですよね。うん、格安だと思う。天気塗りたてって。天気塗りたて？本当だ、塗りたてって書いてある。めっちゃ可愛い。え、だって可愛いんだよ、影井くん。嘘。え、めっちゃ良くないですか？あれ？あれ？影井くん、全然良くない？え、そんな偶然。あ、すごい綺麗。エアコンついてるし。本当だ、エアコンも綺麗。綺麗。6畳で。トイレも。本当ちゃんとトイレと。お風呂と洗面台も、カーテンも可愛い。ブランド？あ、ブランドあるよ、ブランド。これ本当に塗りたてなんですよ。いや、ちょっとね。え、嘘でしょ？いや。いや、嘘だ。嘘だって、嘘。そういうこと。そういうこと。こんなオチあります？いいとこだけどな。悪い風に考えるからダメだめだ、うん、塩とか盛り塩すればいいし、お札もあればいいじゃん。自分ちにお札と塩、うん、対策ぐらいしないよ、そういう。ちょっとキョンシーの世界じゃないけど寝てみて。で、あ、めっちゃいい。涼しいじゃん。あ、確かに涼しい。もう見えないじゃん。あ、見えない。この角度だと見えない。ここちょうどそう、もうちょっと見えない。めっちゃ見える。めっちゃ見える。何々家の旗って書いてあるえ、もし墓ない風呂トイレありだったら。墓ないって大体ないでしょ。家賃いくらまで出せますか？頑張って7。7。一応今1個持ってきてるので、はい、10万円ぐらい。10万円。9万。9万。3,700円。あー。ギリじゃない、かげーくんの中で。まあ、ほんとギリギリ、まあ。ちょっとアルバイトするぐらいだね。ナイトブラの案件したら頑張れそうですね。ちょっと見に行きましょうか。はい、見に行きましょう。え、しかも、なかろうか、ペンギンのやつ。ほんとだ。嘘でしょ。嘘でしょ。ほら、見て、清掃詰め一番でかい、清掃詰め。ここが一番でかいんだから。え、めっちゃいい。
ごいすごい。消毒済みです。ここめちゃくちゃいいですね。ほら黒くないですよ。当たり前。トイレがすごい。めっちゃ綺麗。うわ、ちゃんと ユニットバスじゃない。ここテレビ置くんでしょ。テレビ、ベッドも別に。ペローンってやるやつですよね。ここだけ泥棒が入りにくいって意味じゃん。一見抜いたところまで泥棒入りにくいよ。何も取ることない。ただ家賃がね、ちょっとね、ちょっと頑張んないといけない数字ではありますよ。8万3700円に管理費1万円で9万3700円ですね。私たちの動画のお手伝いだったりとかをバンバン受け持って、ね、加計くんにね、企業さんの方の、ね、案件を、ね、確かにぜひ皆さんお仕事お願いします。はい、住みます。住めるように頑張ります、はい、準備をしてきますので、はい、頑張ってください。頑張ります。よろしくお願いします、はい、お願いします。バイチャミー。バイチャミー。あの撮影から1ヶ月無事引っ越しも終わって東京住みにも慣れてきました。ヤンバルクイナは飛んだんだ。あの雲の